エートル・ビライ・コール・ロボスは、ブラジル出身の作曲家。独学で作曲を勉強し、クラシックの技法に、ブラジル独自の音楽を取り込んだ作風で知られる。ビライ・コール・ロボスは、南米のみならず、20世紀を代表する作曲家の一人である。また、多作家としても知られ、作品数は1000を超える。1986年から発行されていた、 ブラジルの9 5 0 0クルザード紙幣に肖像が使用されていた。また、切手にも肖像が使用されていた。リライコールロボスは1887年、リオデジャネイロに生まれた。彼に音楽の手ほどきをしたのはアマチュア音楽家であった父親とおばであった。特におばは、JS バッハの平均率クラビーや曲集を好んで弾いたと伝えられており、エイトルのその後の音楽に、 大きな影響を与えた。こうした過程で、ピアノ、クラリネット、チェロを演奏することを学んだ彼は、1899年の父の死後、10代でカフェでチェロを弾いて、生計を立てることとなった。1905年には、ブラジル北部に民謡の収集に出かけた。この後、彼は、リオデジャネイロの音楽院で学ぶが、アカデミックな態度とは常に一線を画していた。 1912年に再び、ブラジル奥地に出かけた後、リオデジャネイロに戻った。彼は1915年11月13日に、新作のコンサートを開き、これを契機に、1922年には、サンパウロの近代音楽習慣に招かれることとなった。こうした活動が認められ、政府の奨学金を得て、1923年にパリへ留学した。 彼は1930年までパリで暮らすが、この間に、アルトゥール・ルービンシュタインからエドガー・バレーズに至る、幅広い音楽家、芸術家の活采を得た。1930年に帰国後は、リオデジャネイロの音楽院の院長に就任した。音楽院の教育過程を見直すと同時に、ブラジル音楽の進化を知らしめるべく、ブラジルの民族音楽に根ざした作品を創作し、 世界各地で演奏を行った。その音楽は、パリをはじめ各地で大成功を収めた。1959年、故郷リオーデジャネイロで72年の生涯を終えた。創作期は、大きく3つに分けられる。ブラジルの民族的モダニズム音楽を模索した、パリ留学までを、第1期、パリ留学時代とそれ以後の音楽教師の第2期が1940年代前半まで。 それ以後ブラジルの代表的作曲家との国際的評価を得てからの安定した創作期が第3期である。詳細はビライ・コール・ロボスの楽曲一覧を参照。12曲の公共曲、17曲の弦楽四重奏曲といった古典的な形式によった作品から9曲のブラジル風バッハのような実験的な性格を持つ。 作品まで実に選曲近くに及ぶ膨大な作品を残した作曲家であり、その全貌を捉えることは容易なことではない。以下、主な作品を列記する。現在はバキアーナス・ブラジレーラス。その名の通り、ブラジルの民族音楽素材に基づき変装や対法的処理が行われる9曲からなる作品となっている。9曲は楽器編成が異なっているため、 通して演奏されることは稀であるが、ビライ・コール・ロボスを代表する作品として、いずれも著名な作品である。ショーロスは、都会化された民族部曲に基づく、ブラジル風のセレナードとも言うべき音楽である。ビライ・コール・ロボスは、第14番までプラス2曲のショーロスを残している。このシリーズも、作品ごとに、楽器編成が異なっている。 ビライコールロボスは12曲の公共曲を作曲したが、その古典的形式という制約が彼の音楽のテンペラメントと必ずしも一致せず、彼の作品中では第二義的な作品群に留まっており、耳にする機会は稀である。弦楽四重奏曲ビライコールロボスは全部で17曲の弦楽四重奏曲を作曲した。死の直前に第18番に着手したが、 完成させることなくなくなった。第1番から第4番までが初期の1915から17年に作曲され、14年のブランクを経て第5番が書かれ、さらに7年の空白期の後、1938年の第6番以降1957年の第17番までをコンスタントなペースで書き上げた。その他の室内楽曲ピアノ曲ピアノ曲は、 ビライコールロボスの作品の中でも演奏、録音される機会が多い作品群である。また、長年教育に携わった作曲者らしく、初心者向けの作品、子供の小さな手を意識した作品や、子供を題材にした作品が多いのも特徴である。ギター曲ギター作品の数は、ビライコールロボスの膨大な作品数から言えば、決して多くはなく、ギター曲である。 小ロス第1番を含めても CD1 枚に全作品が収まってしまうほどだが、そのいずれもがギターリストにとっては重要なレパートリーとなっている。ありがとうございます。